はい、ありがとうございます。先ほどまでは加藤さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところで大学卒業してディプロマで何をしてたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画ではディプロマ卒業してどういう選択をされるのかっていうところのお話をお伺いしたいなと思ってますと、早速なんですけどメキシコでディプロマ取りました、はい、その後ってどういった選択をされたんですか？メキシコに私は大好きだったのでしばらくまだまだこうメキシコで活動しようかなと思ってたんですけど、はい、前回の動画でも話したようにやっぱ治安が悪かったっていうこともあって、うん、一度仕切り直しじゃないんですけど私もこのままメキシコで続けていくかっていうことを考えたいなと思って一旦日本に帰国したっていうことがあります、はいはいはい、まあ、なのでできればメキシコでってずっと思っていたんですけど、まあ、ちょっと急遽日本に帰ってくることになって次は何しようかなって考えていた時にその後就職することになる日本国際ボランティアセンターのことをもう一度出会うんですね、うんうんうん、でもう一度出会うっていうのは私は実は大学生の時に JVC に1年間インターンとして活動してた時があって、その時のお世話になってたスタッフの方が今 JVC で人募集してるよって声かけてくれたので、それで JVC のことはまあインターン時代にとても好きになった団体だったので、まさか自分がこの段階でスタッフになろうなんて最初思ってなかったんですけど、メキシコから帰ってきてロストな状態でどうしようかなって思ってた時だったので受けてみようかなという気になって応募しました、うん、なるほど。ただ名前だけ見ると日本国際ボランティアセンターじゃないですか、うん、何をやってるところか分からない方もいらっしゃると思うんですよね、はい、それは具体的にどんなことをされてらっしゃるんですか？名前だとボランティアでやってるところなのかっていうふうに言われるんですけど、もともと名前のそのボランティアっていうのは有志とか自発的なっていう意味合いでつけているので、その自分から望んでこういう仕事をやっていく、自分たちの意思でこう活動していくっていう意味なので、無償っていう意味じゃないんですよね、ちゃんと有償のスタッフとして私も入ったんですけど、はい、活動してる国はその時によって変わるんですけど、私は当時アフガニスタンの日本側のスタッフが今空きがあるのでっていうことでそこに入りました。実際日本国際ボランティアセンターっていうところは民間企業ですか、それとも NGO です。 NGO なんですね、はい、なるほど。じゃあ NGO で働き始めますと。アフガニスタンって今までの人生の中で通ってきた道じゃないですよね、うん、通ってきた道じゃないちなみにそのアフガニスタンっていう国を主軸として JVC で働いていくわけですよね。その時って具体的に何をするっていう仕事内容だったんですか？当時は JVC はそのアフガニスタンの地域で医療支援と保健支援、教育支援をやっていたので現地には現地スタッフがいたんですよね。日本人は当時もういなくて治安が良くなかったので日本人がいた時期もあったんですけど、その時はもう現地の人だけ、はいはい、なので日本側とアフガン側でコミュニケーション取りながらクリニックの運営とか学校での支援とかやっていました、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあ日本国際ボランティアセンターは医療支援とか教育支援とかそういったところもやってるんですね。そうです。あ、そうなんだ。アフガニスタンではやっていて、はい、クリニックも国自体が予算がなくって公共の病院を運営できない、うん、だから NGO に委託するっていう形だったので、そこの行政がすべきところなんですけど当座は NGO が担うというところに JVC も入ってました、うん、なるほど、ありがとうございます。実際じゃあそこの中での JVC の立ち位置としては日本でお金を集めてくる、物資を集めてきて、うん、それをアフガニスタンに送る、うんうん、そうですね。助成金とかも使ってプロジェクトに必要な資金を調達するのは日本側の主な役割で、うん、それを実際手を動かして人々と支援活動するのは現地っていう役割分担でした。あ、そういうことですね。はい、ありがとうございます。で、加藤さんはアフガニスタンの部署で働かれてたと思うんですけど、実際アフガニスタンには行かれたことあるんですか？はい、何度か当時出張という形で行きました、はい、なるほど、うん、実際その時にアフガニスタンの生活とかもされたわけじゃないですか、うん、実際どんな感じの生活なんですか、はい、やっぱり危ないものなんですか？当時もそうですね、行くということ自体に反対の声もあったし、日本政府としても危険地だから願わくば行ってほしくないみたいなところはあったんですけど、私たちはやはりいろいろ天秤にかけた時に行っていろいろできることのメリットの方が大きいからということで団体としてもスタッフを送ったわけですけど、私も行きました。で、思ってたより治安はやっぱり悪かったし、いろんな事件が起こってる中だったんで万全の対策はもちろん取っていくわけなので、そこに自信はあったんですけれども、それでも自由に動ける環境ではなかったので、はい、内密に移動して現地のスタッフにもいつ行くなんかを告げずに、はい、本当に連絡を取る一人だけに何月何日何時に着く空港でピックアップお願いしますみたいなことをひっそりと伝えて、うんうんうん、それで事務所に着くんですね、はいはい、なので他のスタッフにとってみたら、うん、いきなり日本人来たみたいな感じで驚かれるっていうサプライズだったんですけど、はいはい、そういう、まあ、情報の管理とかも徹底した上で行くっていう、うんうん、ファーッと行ったわけじゃなくって、やっぱり事前に何ヶ月も前からセキュリティの
情報とか調べていくっていうような慎重なやり方ではありました。なるほど、うん、ただ行ってみると、私も村の方に行った時はですね、人が住んでてパンを焼いて食べてっていう生活があるわけで、やっぱそこを見れたことは、分かってたんだけれども、実際に行って見れたことは、普通の人々が平和に暮らしたい、そういう生活が実際あって、これを守らなきゃいけないみたいな思いにつながったので、とても良かったなと思います。なるほど、ありがとうございます。実際出張とか行かれて、アフガニスタンのことを実際好きになりました？なりましたし、また知りたい気持ちとか、もっと関わりたい気持ちが増しました。うんうん、なるほど。実際何が一番魅力 でした？まだ私魅力を語れるほどいられなかったので、はい、本当に短期間の出張で限られた場所にしか行かないですけど、でもそれでも私特に女性として現地の女性たちと交流したいという夢が今もあるんですよね。はい、アフガニスタンってやっぱりこう文化の慣習的に男性と女性っていうのをすごく役割分担がはっきり決まっていて変わっているので、うんうん、私の場合は女性として女性と会えます。ただ男性のスタッフは女性と会えないので、はい、家の中にも入ることができないので、男性は女性の顔とかを見られないんですよ、はいはい、外部から来た人は。なのでそういうこう見られるものが全然違ってくるんですよ。なのでアフガニスタンでの活動ポイントは男女ペアで行くことですね、うんうん、見れるものが違う。そっか、だから男性でしか見られない情報があるし、女性でしか見られない情報もある。その通り。だから両方とも吸い上げると分担するのがいいかなと思います。まあ、なので私は女性として幸いというか、家の中に入って家の女性たちと話したりできる立場なんですよね。そこをもっとこう活かして、本当どう思ってるのとか、そういうことを聞きたいなと思って、いつかそういうことができるようにっていうのがずっとこう夢で、お茶を飲みながら女性たちと話すっていうのが私の長期的な目標です。なるほど、ありがとうございます。ちなみに JVC にはどれぐらいの期間いらっしゃったんですか？8年間。8年間、はい、で出張ってアフガニスタンどれぐらい行かれたんですか？4回ですね。期間でいうとどれぐらい滞在とかって？滞在期間は1回あたり2週間とか10日間とか、うんうんうん、なるほど。実際最後にちょっと聞きたいんですけど、アフガニスタンに4回行きました、まあ、期間的には短いかもしれないですけど、回数的には普通に多い方だと思っていて、アフガニスタンで生活してる中で一番印象的だった出来事とかってありますか？自分の経験でだいぶ昔なんで今は変わっちゃってるんですけど、うんうん、特に今アフガニスタンタリバン政権に変わっていて、はいはいはい、大きな政変が、去年あって暮らしも全く変わっちゃったんですけど、はい、女性が特に生きづらい社会っていうのがまだ続いてると思います。思いますし、タリバン政権下の中で公的に女性が何々できないっていうことも決められちゃったりとか、女性の教育なんかもストップしちゃったりしてますから、そういうところが本当に現地の人たちも本当に悲しんでるところなんですけど、その女性たちも再三言ってるんですけど、その女性たちがもっと自分たちの権利を普通に行使できるような社会になってほしいなって思いながら私も関わってるんですけど、表に出てくることがあんまりないので知られざるなんですよね、はいはい、そこを私が行った時に意外にパワフルとか声を聞くことが少ないんだけどその声はすごく大きかったみたいなところがあって、女性たちの集まりに私が入った時にブルカっていう全身とか顔すら目すら見えないような被り物があるんですけど、そういうのを公共の場ではつけてるんですね。どういう人たちがねこういるのかなって全然わからないんですけど、女性たちだけの場に行った時に暑かったんですね、その時期ブワーって撮って、もうこんなの撮りなさいよって言って撮って、どういう肌のケアしてるのとか外国人の私にこういっぱい触ってきて、ちょっとあんたもこっち来なさいよとか、日本のこと教えて、日本連れてってよみたいな感じのことを結構グイグイと、すごい、そうなんだ、女性たちだけなんだからこんなの撮っちゃってさみたいなことを言われたのがとっても印象的で、確かにこんなパワフルだし、うんうん、化粧品の話とかするんだなっていうのが、はい、当たり前かもしれないんですけど知らなかったので、とっても印象に残ってます。そういう話の続きをこれからやりたいなっていうのが、うんうん、目標です。確かにメディアとかニュースでは絶対見えない光景ですよね。そうなんですよ、それはね。あ、なるほどですね、ありがとうございます。はい、この動画では日本国際ボランティアセンターでアフガニスタンを担当して出張4回行かれて、まあ、いろんな体験をされたっていう部分をお話しいただいたんですけど、次の動画では今一般社団法人で理事されていらっしゃる内容についてちょっとお話をお伺いしたいなって思ってます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。